中国の太平洋進出を遮断するための米国の軍事包囲網が事実上完成し、専門家の脅威の評価をキャッチしました。今回は、中国軍を第一列島線に封じ込め、南シナ海内に遮断を詳しく見ていきますね。アメリカの作戦にまんまとハマった中国は、フィリピンへの強硬な対応で、アメリカの軍事体制を大きく変えています。あとは中国国内の経済崩壊でしょう。日本も世界も、中国製品に関税を 100% かければ、国内の製品を購入するでしょう。最後まで見てください。専門家によると、中国の太平洋進出を遮断するためのアメリカの軍事包囲網が事実上完成したという評価が出ているようです。過去に、アメリカはインド太平洋地域に駐留した自軍を中心として、中国の軍事力膨張に対応してきたのですが、今では、域内の同盟との2国間相互防衛条約に加えて、互いに安保協力を活用し、中国を牽制していると分析されています。つまり、インド太平洋全域をアメリカの武器庫にしているということになるでしょう。これに関連して、ニューヨークタイムズは、現地時間26日、アメリカがインド太平洋地域で中国に対処しながら、どのような軍事的躍動性を見せているかを報じました。最も目を引く変化としては、バイデン政権がフィリピンなどにアメリカ軍が使用できる軍事基地を拡大、様々な新型武器を配備し始めたということです。フィリピンは、その昔、アメリカ軍の基地をなくすため、相当の困難を乗り越えたはずでしたが、ここ最近の中国へ対処するためには、アメリカの力を利用せざるを得ないと認識したのかもしれませんね。苦渋の選択ではなかったかと思われます。アメリカは、対中国の最前線となる台湾への軍事支援を拡大しています。バイデン大統領が米議会から提出された81億ドル、約1兆2800億円規模の台湾関連軍事支援法案に23日に署名したのが代表的な例と言えましょう。最近、早いペースで強化されているアメ、日本、フィリピン間の軍事協力も中国を狙った措置でしょう。アメリカは、沖縄に駐留中の海兵隊第3遠征軍、3MEF の役割も変化させようとしているようです。上陸作戦だけでなく、海上の中国艦艇を攻撃できる能力さえ備えることに焦点を合わせているとみられています。日本の自衛隊が、トマホーク巡航ミサイルを、MAX 400発も確保するなど、長距離打撃能力強化を図ろうとするのも、中国に圧力を加える要素の一つと推測されるからです。要するに、有事の際、アメリカ軍を支援できるからということでしょう。アメリカ軍に4カ所の軍事基地を提供したフィリピンは、新しい軍事拠点に生まれ変わったと見られています。アメリカは、該当基地に戦闘機だけでなく、中国本土を射程圏に入れた中距離弾道ミサイルを発射できる移動式ミサイル発射台、テルトランスポートアー、エレクトアー、ローンチアーを配備するために、フィリピン側と議論を続けているそうです。基地4カ所のうち3カ所は、台湾までの距離が 400km 程度と意外と近いので、中国が台湾を侵攻しようとした場合、迅速な兵力増派が可能な場所でもあるのです。アメリカのこういった軍事体制は、中国には致命的なものになるでしょう。ニューヨークタイムズは、沖縄、台湾、フィリピンに配備されたアメリカ軍資産は、紛争が勃発した場合、中国軍艦の東太平洋進出を遮断することができる。これは、中国海軍力を、第一列島線、沖縄台湾マラッカ海峡内に留めておくことを目標にしていると伝えました。中国は、海洋覇権拡張のために、軍事戦略上の仮想ライン、列島線、アイランド、チェーンを勝手に設定していますが、第一列島線は、中国の立場から見れば、最終防衛線ということになります。中国はアメリカの太平洋制海権を無力化するため、第二列島線日本東部フィリピンサイパングアムパラオと第三列島線アリューシャン列島ハワイニュージーランドなども設定しています。アメリカは、
巨大かつきめ細かい安保協力網をフルに利用して、中国の行動を事前に遮断すると立場にいるということでしょう。事実、アメリカは中国の第二列島線拡大戦略に対応して、オーストラリア、パプアニューギニアと軍事協力を強化してきました。特に、アメリカ、イギリス、オーストラリア間の安保同盟体オーカス、オーカスを通じて、オーストラリア軍が原子力潜水艦を確保する計画は、中国にとって大きな脅威になるはずです。原子力潜水艦部隊は隠密に起動するので、中国の膨張戦略を効果的に防げる重要資産というわけです。シーインの太平洋司令官のサミュエル・パパロ氏は、太平洋の数千マイルにわたるこうしたパートナーシップと安保協調ネットワークは、中国が周辺国を脅かした結果であるアメリカと同盟、協力国は、さらに強力なカードを保有している。西太平洋で発生するすべての戦いで我々が勝利すると信じるとニューヨークタイムズに述べたそうです。さて、ここでこういった流れに対するネット上の意見を紹介しましょう。日本、アメリカ、フィリピンやオーカスなどの連携で抑止力強化を続け、中国の膨張主義を牽制することが地域の安全保障に大きく寄与し、平和維持につながる前書だと思う。何よりも、アメリカの太平洋全域は武器庫として厳選や、ミサイル配備などを匂わせるだけでも、中国が太平洋進出をためらうきっかけとなる可能性は十分にある。今後、オーストラリアの原潜が実際に太平洋広域に配備されれば、なおさら大きな抑止力になると思われる。あくまでも中国とかが暴発した場合のセーフティネットとしてで良いんじゃないかな。完成した包囲網を背景に、これから本格的に中国の経済を締め上げていくんだろうなと思ってます。中国がここまで軍事的に肥大した最大の原因は、世界一の経済力と生産能力が背景にある。潤沢な資金を軍事に流しているからだろうと思う。中国を締め上げて、不満が内部に向かって、うまくすれば自滅してくれたらいいんだけど、そううまくはいかないだろう。目まぶしとして、外を攻撃する可能性も十分ある。とにかく、あらゆる可能性を想定して、できる限り、リスク回避の道を探るしかないんだろう。中国が、勝手に、南シナ海の珊瑚礁を埋め立てて建設した、軍事要塞の人工島。それを見て、周辺の国々が対応策を取っているということ。第一列島線上の小さな島々に中距離ミサイルや対艦ミサイル群が整備し始められている。兵站や緊急時対策のスピードアップのため、すでにオスプレイが配備されている。ということは、フィリピンにも配備されているのだろうか？第一列島線の次は、第二列島線、潜水艦もいるはず。海戦経験のない中国にとっては、アメリカ本土はとても遠いだろうな。ニュージーランドとカナダがオーカス参加を検討しているとのこと。この動きは TPP 加盟国に波及するかもしれない。特に、南シナ海の人工島で中国と揉めている、ベトナムやインドネシアとかね。アメリカの同盟国である韓国は、安全保障をどう考えているんだろう？前回の選挙結果を見れば、共に、再び民主党が躍進。ということは、またまたジーソ・ミヤハキで、在韓アメリカの指揮権をよこせ。と主張するのかな？韓国のメディアだから、第一列島線を説明するにしても、他人事であってほしいという雰囲気は感じる。今のところ、韓国には関係ない範囲だし。だけど、防衛線がどこまでかについて、認識ずれが発生すると、惨事が起こりかねない。朝鮮戦争の原因を忘れてはいけないよ。中国軍を封鎖するには、太平洋への出入り口だけでなく、日本海への侵入を防ぐこと、つまり、対馬海峡の封鎖も必須であることが認められている。一例として、潜水艦を監視する操作、音響監視システムの監視船は、九州からルソン島ではなく、釜山近郊から、九州佐世保、沖縄うるま、台湾東海域、ルソン島へ続いているアメリカ軍の管理下。同様に、水上や空でも、
迎撃ラインの起点は韓国として構築されているようにも思われる。難しいだろうけど、マレーシアを含めて防衛ラインの該当国家は相互に共同防衛の意識をすり合わせておくことが必要だろうと思うんだよ。